Thank you.
と、はい、第3章まずその上がるの自信持ってきれいに上がる練習しよう、ね、大きな音無理に出すことないですからきれいに上がった、はい、行きましょう。一番最初の4つ目の小節の下の小さな音ね、それあんまり頑張るとおかしいですからね、あーティー普通に弾いてくださいね、そこがバン強くなる傾向があるんです。 それだけがちょっとおかしい、意味ない、その音はあんまり本当は意味ない音、その次のタン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 あるのはだから特別に強くならなきゃいけない、もちろんフォルテもう一本いきましょう、はい、それからね、えその前ね、アーからベー、ベー、ハー、電線でいいですよ、ああ、そう、電線でいいですよ、電線でいいです、3出の後半から電線でいいかな、そうそう、アー、ベーってところね、いいですよ、そしてその小さを楽に弾いて、それからあのもう一つの問題は、あの2小節目入った時に、ね、あの急に目をさっと行ってしまう傾向があるから、2小節目入ったらその降りるのちょっとこういうのでつけておいて、下の音が何もつまらない、はい、行きましょう、もう一回行きます、
遅くなるとこちょっと注意して、37から行こう。2番のそこから、タタタン、このくらい入ってタタタンくらい、はい、タタチ、thank you.
聞かないですよ。そこ入ります。その最後はクレジェンドしようね。ですか。今のところ、はい。で、でからね。はい。ちょっと早いですね。たたた。セーフィースで、ちょっとセーフィースで行こう。ちょっと先出て順番に、はい。それはいいですね。もうちょっと吹いてくるのが来た。そう、だー。それから今度 A は。そう、ちょっとごめんなさい。ちょっと2段セーフィースで向いてくるか。それから A。これに合わない。だーたー、だーたー、もうちょっと吹いてくる。小さいわ。たーで、ちょっと、なんとか吹かないで。たーだけ。はい。高いな。たーで、もうちょっと音出そうや。たーたーだ。はい。覚えてしまうやつ。そうそうそう。そうです、そうです。たー。それ、簡単なのは難しい。そう、それで一緒だ。その音にね、ポンとなればいい。うん、はい、今のところもう一遍 D 持ってください。きれいに出て D です。あの、音をちゃんときれいに、あの、あれしてよ。いきますよ。はい。どうも最初はね、全然最初の音はね、こっちについてて。いきますよ。はい。ちょっとね、そこちょっとね、さっきからちょっとそのね、よく飲み込んでね、ちょっと音が決まらないか。そのタラララとゲス朝たまるのもちょっと正確にちょっとこれ分かったね。もう一回、はい、きれいにセットでやるよう合わせて出すの。はい。
たうえる。そう。はい、よろしい。はい、いいでしょ。ちゃんと脈としまったんじゃダメだよ。それからお振り歌吹いてる間に必ず脈としまっても楽器を持っていつでも出られるんです。正確に4つは数えませんから、そんなに長く吹かないです。もうとにかくこっち見たら全部弾けるよ。はい、いいです。その格好ね、もうちゃんと容量得とこか。いつも同じことなんです。いつも半音上がる。その最初のもう一句誰か弾く人。ああ、もう手の格好ででも決めとこや。それから今のフォルテにならないことはない。フォルテではないです。ちょっと大きくなるだけです。その今のところちょっとやってみよう。F の前。F の3つ前からちょっとやってみようか。セロコンテロです。はい。はい、どうぞ。皆さんからちゃんと降りて。はい、で、やめて。低い人、まず。ああ、フィースはいいよ。フィースから行こう。ああ、フィースから、はい。フィースからどうぞ、はい。まだフィースから頭が、はい。はっきり。それから、
ブラートって随分違うと思うんだけどね、ノンフィブラートだから余計響きが悪い。ちょっとかけたらうんと違う、もう一回出さい、フィスから入る。いつもそのさっきは A からです、同じ上の音が響かないです。で今のないです。それだから A から始まるのがフィスから始まるのが聞いたところは同じですからね。えそこから行こう。セロが小さい方がいいです。セロが小さい、でなるべくこうユニゾンだなと思ったらなるべくバスに引かしてね、セロはこう音程取ってやる。もう一遍そのギスから行こうか。もう一遍ツイスの音から行こう。もう一つ前からなるべくセロバスはっきり引いてください。セロはなるべく楽に。パスもうちょっと引いて、それからフィースへ降りて、はい、パスもちゃんと上がって、パスもちょっと引いて、ちょっと低いね、たーっと低いです。なんか低いですか。そのフィースからもう一遍見よう。2小節、はい、はい、引っ張った、引っ張った、だからね、フィースが高くなる、上を取るためにフィースが高くなる、だんだん高くなる。そこもいっぺん通ります。85から今のバイオリンとフリュートとバイオリンとバイオリンピアニッシモ、フリュートピアノで普通に楽な企画。秒85フリュート、フリュートソロです。85です。数えてます。淡々でいいで、みんな一緒にですよ。はい、全部丸だ。今の101番やってください。101番だぞ。はい、一緒に出てください。
Aí. Aí. Thank you.
あんまり遠慮しないで。162ぐらいし前はラプタル入って、はい、ちょっと別にパー、そうそう、2番のワン、頭見たら、うんたら何もないんですよ。うんたらららら。最後一緒ってやって。だからね、初めしばらくはもう何もしないほうがいい。最後一緒です。M の前一つ。はい、みんな一緒。この辺で本当のクレッシェンドです。そういうの入る。セカンドバリそこだけ練習しとこう。そのフォルテで終わるところね、
どの程度弾くかということですが、音程がピッと合ってないとおかしいから。 N からいきます。はい、名古屋。はい、もう大体そうですね。ほとんどディミニューしない方がいい。その加減がね、自分みんなに飲み込んだ方がいいです。N からいきます。だから汚くなると困るから、汚くならない程度いきますよ。 N から。はい、頑張らない。今ぐらいだと、それでピアノになった時にもうちょっと小さくなる。フォルテの終わり方ちょうどいいと思う。ピアノになった時にもうちょっと小さく、もう一遍いきます。それちょっとやりないと音程が難しいです。でなるべく指をしっかりビラードかかるような感じでいかないと。はい、スン。はい、どうぞ。三連音符持ってる人はね、後の人は行きますよ。お、はい。なんだけれども、16分音符をもうちょっとはっきり聞こえるように聞こうや。16分音符が一番強いね。ティーティー、これもいつもなんです。16分音符が弱いからね、合わせられないみたいな。それを聞いて合わせるんだから、はっきり聞こうや。たくさんいる人は4つ前、今 R の4つ前から行こう。さ、お互いにこれは弦楽器も全部でいつでもどの曲でも小さい音符は聞く。はい、行きますよ。16分音符を聞いたらティーってつこうや。それから遅れてこないで。R の4つ前、タカ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 、4つ前です。はい。トロンペットの聞こえにくいです。トロンペット聞こえにくいです。ティーティーってのが聞こえ、トロンボンのよく聞こえます。もういいと。さあ、はい、
次とディーンパンパンとこ二つ聞こえないディーンパ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 ン二つちゃんと聞こえないと掛け合いにならないですすべてですちょっと後ろへ寄りすぎてるみたいなもう一回いきましょうラッティ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 ッパンパンフルガン4つで数えるさティッ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 パンパンフルガンの長さはい行きましょうはいはいティーンいただきます止めてくださいいや数だけ引いて数だけ今のところねあの休みになってる楽器が多いんですだからあの自然に休みになるんだけど念のため言います、クラリネット3人それから弦楽器のうちバイオリンとビオラとこれだけがあの休みがないんですだからちょっと一休みクリスチャンのままでいいんですかクリスチャンのままですもちろんまた数だけ引いて数だけ引いてやちょっとブレスして考えるのためにブレスしてくださいたーあこんなもんですはい2小節いこうはいあの楽譜通りにということはあの最後の8分で16分は2つでいいよ2つでいいですな2つええ慌てないで普通に2つでいいですみんな一緒に終わればそしたらたくさん刻んでくださいトレモロでいい。トレモロもともとトレモロでいいんです。トレモロでいいんです。二小節いきましょう。二小節前からいきましょう。手の前。あのガヤガヤって弾いてません。ちょっと合いますか。二小節前。はい。あのくらいのエコが残ってきた。もうちょっと私に間開けるかもしれません。はい。ビアノ。クラリネットちょっと長かったね。数だけで。聞こえるように。バス切れ
楽な音でいいですよ。フォルテでもメッツフォルテでもやりやぶすやつ。はい。音がちょっと入ってきて。それから。ちょっと音になる。たーたーたー。じゃあ、バスから行って。バスから行った方がいいです。バランスの取れた音で、はい、行くよ、はい、一緒に出ない、楽通りです、はい。経理ばかり、もう行くよ、そこだけで、トゥーバーだけで、はい。え、どうやってんの、トゥーバーのソロです。4人振られてるとそこしかありません。それで8分音符はね、たっぷり振るだけでぶつけないよ、はい、どん。最後まで音分かんないか。バスが A さん一番おしまい。あー、ちょうどそれになる。え、もう一遍だけやってこう。ウーから行く。